弦楽50奏曲第5番に蝶々計593は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが、1791年12月に35歳で、要う去る前年、1790年12月に、作曲した、弦楽50奏曲。演奏時間は、約25分。翌年1791年に作曲された第6番、変歩蝶々計614とともに、 モーツァルト晩年の弦楽五重奏曲として知られる。当時人気が落ちて仕事がなく、生活に困窮していたモーツァルトは、第4番と単調計5 1 6以来、弦楽五重奏曲としては3年ぶりに、この第5番計5 9 3を作曲した。この曲はモーツァルトが世を去った2年後の1792年に、ウィーンのアルタリア社から出版された際、楽譜に、 ハンガリーの音楽愛好家のためにと記されていたため、ハンガリー人の裕福なバイオリン奏者ヨハン・トストに依頼されて作曲したものと考えられている。ヨハン・トストはハイドンの楽団でバイオリン奏者を務めた後商人になった人物で、1788年と1790年にハイドンに計12曲のトスト市重奏曲を送られていることで知られる。 この曲を書いた1790年は、経済的に困窮していたばかりか、健康的にも状況が悪く、演奏会も開けなかったため、生涯の中で特に作品の少ない年になってしまった。モーツァルトはこの頃あれこれと仕事を探していたためか、あるいは作曲に苦労したせいか、19小説の2町調の断片、71小説の変歩調調の断片、 19小節の変歩調調の断片を途中まで書いては放棄している。第1バイオリン、第2バイオリン、第1ビオラ、第2ビオラ、ゼロ厳しい状況の中で作曲された。この第5番は第3番や第4番のような明快さはないが、明るい華麗さと力強さを持ち合わせており、また晩年特有の透明さも魅力的である。また技術的には、 対法的処方の駆使など、晩年の聖地で演熟した作曲技法が見られ、それによる深い陰影の効果が美しい作品である。チェロによる分散和音のモチーフが印象的な楽章である。楽章の最後には、冒頭の助走が突然再開して終わる、モーツァルト晩年の透明感がある楽章。第2主題では、チェロと第1バイオリンの対話が印象的である。 多彩な色彩とスピーディな運動感が魅力的な明るい楽章である。作曲の技法は風画的な処方など随分高度なものが施されている。なお、冒頭の第一主題の最初の7音は実質校では加工半音階だったが、第三者の手によって AGAF 字負のように変更されていて、旧来の譜面ではそのようになっていたが、新モーツァルト全集では オリジナルの通りに改められている。ありがとうございます。